皆さんこんにちは。櫻坂46のメンバーであり2期生でありながら欅坂46で一番人気があると言われているメンバー森田ひかるさん。そんな絶好調の森田ひかるさんですが、実ははじめしゃちょが元カレだと言われているようなんです。一体真相はどうなのでしょうか。そこで今回は森田ひかるさんに現在彼氏はいるのか、またはじめしゃちょや歴代彼氏の噂の真相について調査しました。ぜひ最後までご覧ください。ハイパー塩対応。まずは森田ひかるさんについて軽くご紹介します。森田ひかるさんは2001年7月10日生まれで福岡県出身。2018年8月19日に開催された坂道合同新規メンバー募集オーディションに参加し見事合格。欅坂46へ配属が決まりました。ルンちゃん、ルンルンという愛称で親しまれ、グループ名が欅坂46から櫻坂46に改名後のファーストシングル「Nobody's Fault」では自身初となるセンターを務め、2021年4月櫻坂46のセカンドシングル「バン」でも引き続きセンターポジションで活躍するほどの人気でした。そんな森田ひかるさんはスリムで小柄な体型が可愛いことで知られています。そして大きな瞳と端正な顔立ちなのに小顔という、まさに清純派王道アイドルのようなビジュアルです。150.5cm という低身長ながらもステージ上では力強い堂々としたパフォーマンスを見せてくれます。バラエティ番組などではコミカルな動きを見せたり、コロコロと変わる表情に定評のある森田ひかるさん、チャームポイントにナメクジが入ってるような涙袋をあげていますが、涙袋は今や女の子にとって必須のアイテム。わざわざ美容整形で涙袋を作る人もいるほど重要なパーツです。ナメクジという表現にギョッとしてしまいますが、女の子たちが羨む涙袋であることは間違いないと思います。その可愛らしさでこれまでに何度もシングルの表題曲センターを務めてきた森田さんは、グループの中で今一番注目されていると言っても過言ではありませんね。波に乗っている森田さんですが、現在 YouTuber のはじめしゃちょが元カレだったのではないかと言われているようなんです。ハイパー塩対応。調査したところ決定的な証拠となる報道は見つかりませんでした。しかしなぜ噂がされたのか気になりますよね。事の真相は、森田ひかるさんははじめしゃちょをガチ推ししていたファンだったことが挙げられています。森田ひかるさんの知り合いと思われる人物が SNS 上で過去の森田ひかるさんのアカウントヒカピオの投稿を公開していました。しかしヒカピオさんが森田ひかるさんだという決定的な証拠がなく、信憑性が薄いと思いますが、実際にはじめしゃちょのリアコであった過去があったとしたら愛くるしいですよね。はじめしゃちょと森田ひかるさんとのやり取りだとされるスクリーンショットなども投稿されていましたが、そのアカウントが本当に森田ひかるさんなのかどうかは確実ではありません。やはりこの噂はただの噂レベルに過ぎないかもしれませんね。また森田さんはジャニーズとの関係や彼氏の噂がささやかれていたことをご存知でしょうか。森田さんがジャニーズと言われる理由について調べてみると、森田ひかるさんとジャニーズの熱愛スキャンダルがあったのかと思ってしまいますが、関係する理由としては森田ひかるさんの舞台での立ち振る舞いや表情がかっこよすぎてジャニーズのようだからという何とも拍子抜けの内容でした。しかし森田ひかるさんの仕草や目線、雰囲気がイケメンすぎるとメンバーの中でも目立った存在感が出ています。このイケメンぶりは女性のファンからも支持され、女性アイドルとしても森田ひかるさんの存在は注目されているようです。またジャニーズっぽいと言われるコメントの中に山田涼介さんに似ているというコメントもありました。性別の違いはありますが、2人を見てみると確かにどこかしら似ているかもしれませんね。そんな森田ひかるさんには彼氏がいるのでしょうか。こちらも過去も合わせて調べてみました。現在アイドルとして活動している森田ひかるさんなので、彼氏がいたとしてもその存在が公表されることはないでしょう。気になるのは森田ひかるさんの元彼ですね。ネットを調べてみると、森田ひかるさんが中学生の頃にサッカー部に所属していた彼氏がいたという噂がありました。これはヤフー知恵袋での質問に対して同級生と名乗る人が答えている情報です。ただ同級生と名乗っているだけで情報の信憑性はどこまであるかは謎ですね。その後その彼とは別れたのか、高校時代は彼氏はいなかったそうです。高校生の時の森田ひかるさんは引っ込み思案な性格だったそう。また学校が休みの日にはアルバイトを一日中していたそうなので、高校時代は恋愛よりも忙しいことがたくさんあったのかもしれませんね。他にも森田ひかるさんは男好きという噂がささやかれていましたが、こちらも根拠となるような情報はありませんでした。調べたほとんどが噂レベルに過ぎない結果となりましたが、実際森田ひかるさんは今までスキャンダルが一つもありません。櫻坂46の前身である欅坂46のメンバーは石森にじかさん、今泉ゆいさん、織田奈々さん、長澤菜々子さん、長濱ねるさんとスキャンダルを起こすメンバーが多かったですよね。これだけ多いということは、週刊誌は欅坂、櫻坂に徹底マークしている可能性が高いです。このマークがあってスキャンダルがないということは、少なくとも森田ひかるさんは恋愛禁止を破るほどの男好きではないということが分かります。森田ひかるさんの好きなタイプについても調べてみましたが、あまり情報は出てきませんでした。しかし森田ひかるさんは2020年3月8日放送の「けやきって書けない」で、自分で言うのもあれなんですけど「私 M です」と発言しています。もしかしたら S な男性がタイプかもしれませんね。また2022年2月6日放送の「そこ曲がったら桜坂」で、バレンタインにちなんだ理想の告白で妄想シミュレーションをやるという企画がありました。そこで森田ひかるさんは井上梨名さんを相手役に年下犬系男子との妄想を披露してくれました。これは監督、脚本、主演を全てセルフプロデュースし、相手役も理想の相手をメンバーから選出するという企画でした。森田ひかるさんは年下犬系男子のような男性がタイプなのかもしれませんね。ハイパー塩対応いかがでしたか。可愛らしい容姿の森田ひかるさんなので、デビュー前にはそれなりにお付き合いした人もいることでしょう。それでも過去の黒歴史的なネタが出てこないのは、森田ひかるさんの人柄や周りの友人にも恵まれているのかもしれません。今の時代、彼氏がいてもいいという派も増えてきているのかもしれませんが、アイドルという職業で熱愛が発覚すると人気が下がってしまうのも事実ですよね。今後も森田ひかるさんがスキャンダルを報道されないよう活躍を応援していきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。